フランス語、フランス文学選集では、長い歴史と多様な文化を持つ国、フランスに関する学びの機会を提供しています。フランス語は国連、ユネスコ、IOC などの国際機関で用いられ、オリンピックの第一公用語、英語に次いで世界で2番目に学ばれている国際語です。同時に文化、芸術、哲学、科学の言葉、自由や平等といった人類の普遍的な価値を語る言葉でもあります。そしてフランスでは美しい街並み、美味しい料理で有名なように、芸術と生活が調和し、45もある世界遺産を中心に、世界で最も多くの観光客が訪れます。フランス文化は数百年をかけて洗練されていきました。例えば、バレエはルネサンス期にイタリアから伝わり、バレエを愛した国王ルイ14世の宮廷で基礎が完成しました。この時代から続くパリオペラ座バレエ団は、古典作品も現代作品も上演し、同時代のファッションや美術とのコラボレーションにも積極的です。文学でも多くアダプテーションが見られます。レ・ミゼラブルは伝統的な文学形式の小説ですが、ミュージカルになりました。ディズニー映画の美女と野獣、ノートルダムの鐘、シンデレラも元はフランス文学です。ジャポニスムは日本の文化を取り入れた例です。フランス文化は伝統を尊重しつつ、時代の異なる文化や思想と対話し、新たな美や価値を創造してきました。この選集では、文学、舞踊、美術、観光、ジェンダーなど、多様な授業を通して皆さんが学びのテーマを発見し、深め、発表やディスカッションのスキルを身につけます。フランス語はほとんど全員が大学から始めるので、語学力を伸ばすプログラムも充実しています。授業では最新の教育方法を取り入れ、授業の他にもネイティブの教員との会話レッスンや留学生との交換授業、フランス語検定の受験対策講座を受講できます。留学はパリやジュネーブの国立大学との交換プログラムがあります。アフリカのベナンから留学生を受け入れているので、フランス語でつながる世界を実感できるでしょう。日本にいながらフランス語、フランス文化に触れられる歌や朗読のイベント、研修旅行もあります。学生と教員の距離が近いのも選集の特徴です。フランス語、フランス文学選集での対話の学びを通して、新しい世界への鍵を手に入れませんか？